先日の NHK の朝一の、出演された時の話を伺えたらなと思います。はい、この前、何したっけ、6月の19日かな、はい、19日金曜の日か何かで金曜したよ日、ね。はい、朝一って金曜日は、趣味の園芸っていう番組のスタッフが担当するんですね。で、いわゆるグリーンに関する、植物に関する、まあ、園芸に関するかな、コーナーになって、で、その中でも、こう普段は例えば鉢植え、今度は野菜の夏野菜の育て方とか、で、中に花の生け方とかね、花を楽しむみたいなのが、多分4回に1回ぐらいのペース。だから、まあ、1月ちょっとで1回これ花をアレンジするとか、花を生けるっていうような人たちが出てきて、生け方とかをお伝えするみたいなコーナーになってて、4回目、5回目、その他でも違うコーナーで出たり、あと花いけバトルで出たりとか、花いけバトル紹介してくれる機会があって、朝一の番組で花いけバトルをそうすです。やっぱりるっそていのうい感わゆるじですか？グリーンスタイルってコーナーなんですけど、そこで、ちょうどね、年末の、最後の放送だったのかな？最後か最後の週末の放送。で、紅白を応援するっていう日だったんですよ、朝一が。紅白歌合戦の。で、その時に、グリーンスタイルのそのコーナーがちょうど被ってて、で、いわゆる、なんか、紅白歌合戦も男女対抗戦みたいなもんだったりするから、まあ、いわゆるバトルじゃないですか。なので、なんか、じゃあ花いけバトルぶつけてみようかみたいなことになったんだと思うんですね。僕も詳しくないけど。で、僕のイケて僕と、もう一人、元女優さんで、今、フラワーアクティビストの塩見悦子さん。長渕剛さんの奥さんですよね。と2人でバトルをするっていう内容だったんでそうすいよ。うのもあったんですそうなんですね。それが一番最初ですね、朝一にそうだっ出たたんですの。ね。そうなんですよね。まだ井ノ原さんと、いのっちと有働さんとアナウンサーのコンビの時ですごめんなさい、一瞬話それちゃったんですけど、そのはい。直近で出られた時は、アジサイがはい、アテージマサイだったの、んですか？アジサイ雨に生けるとかいうテーマだったかな。だから雨とアジサイの相性がなぜいいのかとか、いうことを、まあ、お伝えしながら、花を生けていくのを見てもらったり、花大さんに、花丸大吉さんに花を生けてもらったりっていうような内容だったんで、上野さんが手直しするみたいな流れですか？です。手直しっまあ、て言っいたらあや、れです実けは、ど、はい。手直しはね、もう過去の回でもやったことはないんですけど、まあ、コメントとして、まあ、こうした方が良かったですねというのはあったんですけど、で、今回特にソーシャルディスタンスがとても重要なタイミングなので、とにかく出演者同士が近寄れないんですよね。だから、いつも進行役としていたくださる駒村さんって、フリーのアナウンサーの方いらっしゃるんですけど、駒村さんとの距離も僕は遠かったし、花大さんとも遠かったんで、ちょっとね、作品もモニター越しにしか見れなかったので、なんかコメントしづらかったですけどね。そんな裏話が そう。で、材料も2人が一緒に今までは同時に取りに行ってたんだけど、1人ずつ取らなきゃいけなかったから、時間もすごい、かかかるっるていうんですし。かね、手間がかかるっていうか、だから間延びするっていうんですかね。だからちょっとなんか現場大変そうだったけどね。もう僕はほら、そんな、番組進行としてのプロじゃないから、周りが大変な思いされてるなぁとは思いながら見てましたけどね。朝のね、情報番組だから、ご家庭の主婦がほとんどなので、視聴者としては、だと思うんですよね。なので、応用できるようなことにできるだけ努めたいなと思ってるんですけど、ただ今回は、いわゆる僕を使って、それで、アジサイと組み合わせていけるっていうような内容だったんで、見た目は非常に玄人っぽい花に仕上がるんですよね。僕使うと。まあ、なかなか家庭で僕を持って
ってたりすることもないですよね。でも最近ね、あのなんか水槽とかのアレンジとか、あの金あ熱帯魚とかのアレンジとかがま、ね、はい、まあ流行ったりしたから、ホームセンターでも手に入ったりするたりもするんですね。どこのホームセンターでもあるわけじゃないけど、はい、なのであのなんか一個一アイテムあれば、うん、なんかいろいろ僕も応用できるじゃないですか。確かに、うん、で意外に使えば、うん、パッとなんかいい雰囲気のものになるよっていうようなことも伝えられたらなと思ったので、うん、まあ提案してみたら OK 出たのでやらせてもらえたって感じなんですね。例えばこうね、どんぶり鉢みたいなものがあったとして、はい、そこに僕一本こう箸をかけるように渡すじゃないですか。そうすると繊細な花をその一本ね、その僕に傾けながら器の真ん中に刺していけることもできたりするわけです。またその僕を対面して、はい、でもどんぶり鉢だけだったら繊細な可愛い花一本いけるなんていうのは絶対できないですよね。うん、はい、特にまあ剣山みたいな特別な道具とか、あとはフラワーアレンジメントで使うオアシスとかね、でもああいうものは必ずこう隠したりしなきゃいけないので、でまああのポピュラリティのあるものでもないから、だとしたら木だったらね、まあ、場合によっては拾ってくることもできるし、落ちてるもの、庭の平井とか山を持ってらっしゃる方、自分の山とか庭行けばどっかには枝一本ぐらい落ちてるでしょうから、まあ、そういうものを持ち帰ってそれを乗せてポンと行けたら形になるっていうようなことはお伝えできるかなと思ってるんですよね。うん、で花の数多くなくてもあの成立するっていうようなことも伝えたいんですよね。うん、花ってすごく贅沢なイメージあるし、もちろん贅沢な心の部分では贅沢なもんだと思うけど、それを獲得するのにお金まで贅沢しなきゃいけないっていうのはなんかこうセンスが悪いっていうか、なんか、ね、一家だったら花屋さんでも一本ね数百円で買えるじゃないですか。なんかフラワーアレンジメントになると、うん、あのある程度ボリュームを出さないと、うん、こううまく見せれなかったりするじゃないですか。まあ、まあ、小さいものだとね、まあ いいですけど 3、4課でもまとまるものありますけどね。でもまあそうじゃなくて生けてみたいっていう思う、そういう欲求を持ってる人は当然いるでしょうから、まあそういう人たちの気持ちを救えるものになったらいいなと思いますよね。うん、確かに上野さんの作品のスタイルって、その一輪の花をどれだけ綺麗に見せるかっていうようなところをうまくこう表現されてるので、うん、まあまあうまくできてるか分かりますけどそういうふうに努めようとはしてますので、なんかそうまあね、あの曲がりなりにもそういうことに長くかかってるこう身としては、なんかうまくね獲得したノウハウを共有できる機会になれたらいい、なったらいいなと思って、ああいうものにも出させてもらってんですよね。うん、なるほど。やっぱ花生けるってこと自体はまあ非常に豊かな文化だし、文化であるんであれば大勢の人が関わってなければ本当の意味で文化とは言えないんですよね。だってやっぱりそれなりの多くの人たちが関わることで本当の意味の文化っていうものになり得るんだと思う。下手すると日本の生け花なんてもうすでに文化とは言い難いレベルまで関わってる人口っていうか、うん、総量が減ってしまってるような気がするので、なんかマニアックな趣味みたいな、うん、ことになるっていうか、なるほど、うん、それは寂しいですから。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい。